本日もよろしくお願いいたします。先週ね、予告していました画面に。ちょっと画面にがよくわからなかったんで調べてきました。そしたら、九州、福岡。もう私、福岡より佐賀県生まれなんですけど、まあちょっと福岡付近ではガメニというらしいです。そしてそれがちょっと佐賀にも伝わってるからうちではガメニということらしいでした。ということで多分筑前煮です。 つまりは筑前煮ですね。でもまあちょっと濃いめなのかなとも思ったり、九州だから。でも私結構味付けをするとき、みんな、こう食べさせたりするときはみんなに濃いめだねって言われたりするタイプなので、ちょっと濃いめかなと思いながらも今日も作ってきました。でもちょっとお弁当ということで、さすがにちょっと普通の煮物はあれかと思い、なんとちょっと豪華に手羽先にちょっとおかずっぽくしてみました。見えます？こんな感じです。本日ちょっとお弁当っぽくない？ それでちょっとね、和を意識しましたので、一応こう、だし巻きとか入れてますけれども、なんと和食はすごい苦手でした、私。ちょっと、後でまあご紹介するんですけれども、まあ、難しいね。ぶっちゃけかなり失敗しました。私が働いてるところで、和食のちょっと専門的なところにいた人、学校出てる人がいて、ちょっとその人に教えてもらいながら、レシピをね、教えてもらって作ったりしたんですけど、いやー、難しい。だし巻き卵難しい。負けなかったです。負けてないけど、無理やり、こう寄せて、こんなことをやりながら 朝からすごい苦戦して作ってきました。まあ、味は美味しいと思ってます。愛がこもってるので見た目は気にしない。この後紹介します。